2023年10月27日朝の9時、6分。もう朝からこれですね。昨日というか、ツタの切り方がなってない。まだガソリン使ってる。もうあんなものもうノコギリ持ってりゃ済む話やのに、エネルギーの酸素の量も全然分かってない。あの業者どこが、ほらもう1台2台3台4台もういらへん、一人でもう順番に買っていったらええだけや。この近隣の住人がその人に時間給あげたらええねん。で、近くに牛さん飼ってる農場の人はいるから、確か藁とかも食べていたから、もし食べるんだったら牛さんに食べてもらったらいいんですよ。で、バイオエタノール各学校で作る事業、その辺の草カットして小学生とかにさしといたらええ。もともとで政府は僕にこの仕事回してくれたらいいので、総理とかほったらかしにしてたら何もかもがほったらかしになる。そういうことで、それを自分が仕事として持って、また僕が YouTube にそれアップロードして、こういうことになってるっていうことをみんなが勉強したらいいの。